こんにちは、ブルーホースです。ということで、早速ですが、ね、ラックスやっていきましょうか。これで9つ目のカップになるのかな ?9 つ目のカップっていうことはアイカップでございますね。はい、ということでアイカップやっていきましょう。なかなかお見かけしないカップかもしれないですけどね。ということで、プップップップへーこいて、へー、プップップー、はしゃーよ、準備オーライ。ということで、ビークル、おっそ、まあまあ、そうそうそう、まあまあ、気にしない、気にしない、気にしない。そうしたいってことはいい。まあまあ、そんなこともあるけど、まあそういうのも気にしないということで、相変わらず早いでございますね、ルイージーくん、ルイ。そしてね、今日私はね、今ね、あのね、非常に心の底からね、ブチ切れております。コインも、コインはなんか、あ、そっか、5枚取れてんのか。そう、心の底からね、ブチ切れているんですよ。何かっていうと、バナナッチ。そう、で、ね、なんで最近ちょくちょくコメントをもらうんすよ。でね、僕さ、あぶね、うんこ捨ててきてるやつが、ほんと、これ垂れ流すんじゃないよ、汚いな。で、まあまあ、それはいいんだけど、あのね、まあまあ、コメントをくれるのは非常にありがたいですよ、コメントをくれるのは。本当にありがとうございます。よしね。よいしょー。っていうところなんだけど、危ない、ついでに、チュドーン。そう。でね、まあ、下手くそだとかね、あのね、ショート動画なんかさ、コメント打ちやすいしさ、あの、よく人の目にも止まりやすいんじゃん。でさ、そういう奴らがさ、なんかさ、あのさ、こいつの実況クソつまんねえとかさ、この動画を見ただけでわかる、こいつは面白くないとかさ、まあ、あの、マリオカートに至ってはさ、下手くそすぎるだろって、何実況してんのみたいなとかさ、ボロクソに言ってくるわけで、そんなもんさ、下手くそなのもわかってるしさ、それからさ、実況が面白くねえなんてのはさ、もうずっと言ってんじゃん。30過ぎたおっさんが一人でベラベラ喋ってる実況なんか誰が面白いって言ってたって話じゃないですか。ね、例えばさ、もう子さんの人たちでさ、ずーっと実況ばっかやってきてんだよ。もうトーク力にもたけてさ、企画力にもたけてさ、あるいはさ、なんかあの3人とか4人組とかでさ、ベラ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 喋ってて、あんなめっちゃおもろいに決まってんじゃんさ。そのさ、結局さ、人生なんてさ、トークが面白いかどうかっていうのさ、もう漫才によるんだからさ、漫才みたいにさ、ボケとツッコミがさ、その存在してますからっていうので、それは面白くなるわっていうのさ、当たり前なのし、一人で喋っててさ、このボケて、いやー、ツッコんで痛いやーとかってやってるさ、待てってんだ、このキノコ野郎。あらあら、キノコじゃなかったわ、なんか変なやつだ。そう、お前がなんかそれやってんの嫌だわ。おー、俺やろう、お前が俺のバナナを踏め、お前が俺のあれバナナをストッキングでヒッ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 って言って、何の話？よいしょ、おいんで、よいしょ。使うべきじゃない、間違えた、危ねえぞこれ、危ねえ、これ飛んできてない、そうで、ね、一人でベラベラ喋っててさ、で、俺も言ってんじゃん、食ったら、もともとマリオカートが上手かったら、こんなコンピューターを相手にシコシコってやってないで、さっさとオンラインの世界に飛び出していくわって、そんな当たり前の話じゃないですか。それをさ、わざわざこっちでやってるってことは、もう下手くそなのっていうのが、もうみんな分かってるはずなんですよ。ね、こっち逃げてんだよ。俺は人間と戦うことが逃げない、できないし、友達もいないし、人と戦う勇気もないから、こっち逃げてんだよ。だからスプラトゥーンとかって、そういうね、基本的なオンライン体制のゲームから俺は逃げ続けて生きてるんだよ。だけどね、逃げて生きてきたけどね、俺の人生は全部うまくいってんだよね。お前らみたいにさ、顔出しも名前も出さずにさ、うん。で、あの、こうやって影からこそこそ言ってさ、悪口ばっか言ってきてるようなさ、もう人生もアディショナルタイムみたいなやつらなんかで、俺が、負けるわけねえってはずなんだよね。もう、収入とか、それからまあ仕事の内容とかさ、それからまあ家族構成とかもさ、俺ら子供いるんだぞ、俺ら。家庭養ってんだよ。家庭養ってるやつがこんなベラベラね、喋っててね、面白いとこができるかって言ったら、なんだ、おままごとの仕方でも教えてやるのか、人生アディショナルタイムと思うよ、俺ら。な、普通はよ、人生っていうのはさ、例えばサッカーに例えるんだったら、前半45分、後半45分で、それ人生に例えてみろ。じゃあ90年生きていくとしたらさ、45歳までで大体さ、人生っていうのはさ、ある程度のところまで、例えば仕事だったら出世をしてとか、あるいは、あの、家族が会いたいとかさ、できてとかさ、で、とかってあるんだよ。でもお前みたいなやつな、そういうね、しょうもないところでしかね、生きていくことができないようなやつらなんかっていうのはな、前半終わったタイミングでね、何にも手元に残ってないの。で、本来なら、後半45分、まあ、45年間で自分のやりたいこと、あの、若かりし頃にはお金とか時間がなくて、まあ、体力はないけれども、それでもなんとかやっていきたいなって思っているようなことっていうのを、に使っていくことができる時間なんですよ。例えば子育てがちょっと落ち着いてとかさ、収入もある程度落ち着いてとかね、まあ、あの、順調にいってれば、大手企業だったら社長とか、社長じゃない、社長は言い過ぎだ。
課長とか部長とかなってるような年代じゃないですかね。そんなにもできないで部屋の外にも出ることができず、一人でこういう動画を見てなんかあれですよ、ぐじ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 文句とか言って、それで快感を得て一人でおなってしこって、もう楽しいよ気持ちいいよって言って、で果てて、で虚しさだけ覚えて、で人生くたばっていくんですよ。そんな人生歩んでるやつとな、お前らとな、俺とな、出来は全然違うんだからな、バーロって言うんだ本当にもう。で見てみろ、今コンピューター相手でもなったこと知ってんだろ。あ、まあすいません、3位とか4位とかも取ったことはあるんですけど、はい。まあとは言いながらもよ、うん、このな動画の企画の趣旨っつうのは、とりあえずコンピューター相手に全カップ 150cc で全部1位を取って優勝するっていうのを目的にやってんだよ。それ今のところね、4分の2この i カップだったら言ってるわけですわ。はい、何を文句言ってんだってバーカ野郎って。だって無料の媒体でさ、うまいプレイが見たかったらさ、もうそういうところ行けっていうのは、いろんなところで検索してたら、なんかタスとかさ、最高記録とかさ、1万レート取ってみたとかさ、そういう動画見てったらいいってね。うわー、ちょっと待って、俺ここドラゴンロード嫌いかもしんない。ねえ。普段のね、実況動画とかだったら、俺ね、ちょっとね、なんかこう、いろんなことを頭で考えすぎてね、うまく喋れないとかっていうのがあるけどね、文句言うときだけはこうやってベラベラ出てくるよ。そう、もう、そう、まあ、何回も言ってるけどさ、無料媒体で、もう本当に X とかもそうだしさ、まあ、X とかインスタなのかな、 TikTok とかもさ、結局民度低いやつらがさ、ただで使えるからって、金がねえし、時間はなんかちょっとこうなんか自由になんかショート動画とかだったら1分くらいでなんとかなるからっていうので、ほんとね、底辺の集まりみたいなところになってるからね。まあ、特にゲーム実況なんかそうじゃないですかね。もちろんその僕のね、動画にまあ、グッドボタンとかいいねボタンとかね、それからまあチャンネル登録とかしてくださってる皆さんに関しては僕の味方だよ、うん、一生守り続けますよ。なんかその人たちがコメントとかでなんか荒らされたりとか言われたりとかしたら、まあ、まずそういうコメントとかを打ってきたようなやつらは速攻ブロックするっていうね、まあ、その他にどういった手段を取ったらいいのかとかってあるかもしれないけど、まあまあとりあえずパッと今思いつく限りではまあしょぼい手段かもしれないけど、とりあえずブロックとかして守りますよ、そりゃね。うん、そんなやつらと僕の動画をわざわざね、人生の貴重な時間を使って見に来てくれてる皆さんをね、守るためだったら、うん、簡単なことでもうやってきますよって。後ろから怖いのが来てるんですよ、助けて。やばい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 、ふん、とりあえず誰かに当たれ。あー、キノコ、これがあると本当ね、きついよね。あ、なんか急にキャットピカチュウが来てる。違う。ニャンチュウ、お前誰？まあ誰でもいっか。ほい、よいしょと、ほい。バナナ引っ下げて、よいしょー。ほい。で、内側サイド行って、よいしょーって。まあそういうことですよ。そもそもね、面白くない実況に対してさ、面白くないって言ってるのってさ、美味しいものに対してさ、まあ美味しいものに対して美味しいっていうのはまあ当たり前か、うん、なんだけど、なんかまずいものに対してまずいとかさ、なんかさ、お腹が痛い状況でさ、お腹が痛いってさ、なんかそんな分かりきってることをなんかさも、なんか首、なんか鬼の首を得たかのようになんか偉そうに言ってるっていう時点で、もうクソ肩腹痛いわ、恥ずかしいわっていう話なんですよ。何そのつまんないコメントって。つまんないっていうやつに対してつまんないっていうコメントが一番つまんないからな、分かってるかこうバカどもがっていう話で、今日はすごい荒れてるね。言葉とか口調は強、口調とか強かったり言葉とか乱暴かもしれないけど、心は至って冷静です。じゃなかったらこんな風にね、1位取り続けることなんか無理だから、まず。というわけで行きましょう。ぷー、ぷー、おならぷー。ほら、こういうのがつまんないって言うんだよって。あ、わかってる。うん。よいしょー。ほい。ちゅ。はい、オッケー。10枚ぴったし。こっから自力の差が出てくる。はい、邪魔。緑邪魔。はい、まあ緑は信号機で進めってね、娘もね、最近まあ3歳半になってきて、ようやくね、コインかー、せめてバナーナが欲しかったな、うん、悪い字にバナーナが欲しかったな。そうでね、娘もね、3歳になってさ、あの言葉じゃないや、あれも分かってきたから、あれってなんだ、なんかエロい意味になっちゃう、あれって。そう、信号機の意味もね、だんだん分かってきてくれたから、赤は止まれ、緑は進めってね、だからルイージは進めってことなんですよ。だからね、やつね、だから毎回こいつこの実況の中ですげえ早いよな。コンピューターだとそんな大したことないような印象があるんだけど、そんなことはないのかでね、マリオがいねえし、そもそもマリオカートなのにね、タヌキマリオはいるけど、あれはもうなんか異質なマリオというかね、本当に。まあそんな感じですわ。どんな感じ
ねえねえ今どんな気持ち、まあ、そんなのどうでもいいんだけどさ、まあそういうことです。だからね、あのね、あの僕の動画に対して別に文句言うのは構わないよ。じゃ あのどうやったら面白くなるかっていう方を提示してこい、案を。しょうもない、本当に文句言ってね、そういうね低知能なね、本当にね、あの猿でも打てるような、なコメント打ったと打って、なんかね、あの偉そうに振り取り返ってるやつらね、もうとクスみたいな顔しててね、あのクスみたいな人生を送ってね、もうね生まれた瞬間からアディショナルタイムなんですよ。もうはい、もうなんかもういつでもね、あのあれだよ、前半後半ってさ、ほら45分っていうタイムリミットがあるじゃないですかね。まあアディショナルタイムってそいつの過ごし方、まあこの1ゲームの過ごし方によって、じゃああの7分与えますよと、何分っていうね、あの本田圭佑が言うような何分とかっていうのもあれば、はい1分でーすとかっていうの過ごし方によるんですよね。うん、どれだけあなた人生得積んできましたかって言って、もう得積んでないからね、お前のあのアディショナルタイムは2秒ですみたいなね、そんな感じなんですよ。おい、うち、あーそっち投げんのか、やばいね。ほいほいほい、シュ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 と、アディショナルタイムね、本当もう人生をもう初めからアディショナルタイムで、であの自分の過ごしたいように過ごせる時間っていうのをもうね、もう限りなくね、あのゼロに近い状態に過ごさせている。危ない、ドン、オッケー、スピシャルストレートに行ったの。だいぶ短い動画になったけどね、まああのアイカップにしたいから一旺ここで終わりましょう。あれ僕たちパート俺 H カップかなこれ。うん、まあ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 、いければそれで問題ないっていうことでね、はい。うん、だから別にね、あの、冷たいっていう、あ、じゃあ冷たいじゃねえ、あの、つまんないっていうね、あの、コメントとかを、あの、打つこと自体は、俺が反省すべきところなんだけど、なんかね、あの、でも、冷静に考えてみ、そういうクソしょうもないコメント打ってきてるお前らの方がクソつまらないからなっていうことを自覚した上で、今後人生をアディショナルタイム頑張って生きてってねって話ですよ。で、あの、自分がもっと過ごしたいのに、あの、自分はなんか10分、15分のアディショナルタイムをあると思って、過ごしていると思ったら、もうピピって吹かれて、あの、30秒経ったら終わってるみたいなね、そういう人生をぜひ歩んでいってください。はい。あのなんか某あのメンタリストさんは土に帰るとかって言うけど、土に帰るってことは一度生まれてるってことだからな。はい、あのそれゾンビだから、うん、ね、土に帰って今ここにあの土から出てきてるってことはゾンビになってるってことだから、だいぶ生ぬるいと思います。僕はもう海に沈めって思いますね。はい、母なる大地に海に沈めっていうね、もうあの塩振りかけてお母さんの子宮の中に戻れっていう話だから。はい、ということで、今回はですね、見事、久々じゃないかな、本当に、あの、ストレートに1位を取り続けることができたっていうのは、そんな感じでね、はい、次回も、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。